こんにちは、マクダと申します。今日はですね、国立感染研究所が、コロナウイルスについてですね、分離ができたということで記者会見をやっておりましたので、これを簡単にですね、整理してみましたので、よろしかったら確認いただければと思います。今日の、会見はですね、国立感染研究所というところが、所長の、脇田さんという方と感染症疫学センター長の鈴木さんという方、お二人がですね、記者会見として、やってました。で、テレビ東京で放送してましたので、これを簡単にまとめましたので、スライド4枚ぐらいで説明いたしたいと思います。はい、分離ができたっていうことで、じゃあ分離は何かっていうことですけども、分離したというのがどういうことかということをご説明します。これがですね、容器の断面図なんですけど、その中に、培養液を入れて、細胞を入れると。で、この細胞は感染していて、その中にコロナウイルスが入ってますと。で、感染します。で、この感染していると、あの細胞の中からね、だん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 コロナウイルスが飛び出てくるんです。で、飛び出てくると当然培養液の中にこう入っていくわけですね。で、この培養液の中で、まあ、捕まえられるようになったっていうことを、分離できたっていうことになるんです。で、これを分離できて、いろいろ調べていくと、遺伝子の配列が、約ね、3万個のうちの 99% をね、あの断定することができたと。で、中国の方で研究されているのと 99% 一緒でしたよということで、コロナウイルスに間違いないということになってます。でですね、観察できたのがこのような状態になってまして、これがコロナウイルスの写真なんですけども、このような丸いのが、ウイルスですね。で、周りにのスパイクというのがあって、これが王冠状になってて、クラウンということで、それ言葉が、コロナですね、おなじみのコロナという言葉が使われてコロナウイルスとなっているそうです。で、これがですね、あの細胞に、感染していくと、これが、感染した細胞なんですけども、非常に周りと比べて大きいんですね。で、これが、多核細胞といってですね、どん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 大きくなっていく。どうやって大きくなっていくかっていう と、感染してしまった細胞は、他の細胞とくっついてしまうんだそうです。で、他の細胞とくっついてしまうと、細胞にはね、核というのが一つあるんですけど、くっついたら、核が二つになっちゃうんですね。で、どん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 くっつくと、一つの細胞に核がたくさん入っていってしまうと。で、そういうふうに感染してどん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 大きな細胞になっていってしまうっていうのが多核細胞なんですけども、これを見つけることによって、感染している証拠になるということで、感染しているなというのがわかるそうです。でですね、実際に確認したのが、これなんですけども、患者さんの血清を取り出して、それに感染させたものをもう一回こうやって見てみるわけですよね。で、そうすると抗原抗体反応っていうのが起きます。で、それが起きるとこのように見えるんだそうですけども、こうやって見ていくと、先ほどのこの大きいですね、多核拒細胞っていうのが見えてまして、この中にこの緑のですね、もわっとしたやつの中に核が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、こういう青いものが核で、緑が感染した細胞なんですけども、その中に、核がね、いっぱい入っていて、あ、これは多核拒細胞だと、すなわち、感染しているぞということで、で、この中で、実際に、これが分かるので、抗体の反応とかね、そういうのを確認することができると。で、ミクロの世界でそういうのが観察できるということは、診断に使えるということになっていきます。はい、では、それで、じゃあ今後にね、どうつながっていくのかということですけども、大きく4つおっしゃってましたね。1つ目は、感染の仕方が分かる。どのように広まっていくのかが分かるということです。で、2つ目は、病原性ですね。どのような病気につながって、いってしまうのかというのが分かるということです。で、3つ目には、診断方法ですね。病気にかかっているのかかかってないのか。やばいのかやばくないのか分かるようにしていくということですね。で、4つ目はワクチンや薬の開発ということです。で、こういうのがどん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 つながっていっていくので、朗報ということで記者会見をしたということですね。じゃあ具体的にどういうことかと言いますと、例えばですね、ウイルスや感染細胞を、国内や海外の研究所に、シェアすると言ってました。なので、国外のいろんな病院や研究所、企業ですよね、にも渡すと。先ほどの液体の状態に入っている、細胞で、ウイルスですね。で、あと、まあ、海外もいろいろ法律の縛りは、ありますけども、どん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 提供していきたいということで、対策の、
活動がね、もう世界中で加速度的に進んでいくということのきっかけになります。で、例えばですね、ワクチンの開発ですと本来ですね数年かかるんだそうです。ただ、こうやって抽出というか培養できて、どんどん実験ができるようになると、遺伝子配列がもう 99.9% 確認できたので、配列が似たウイルスの対策はこの薬が効くぞっていうのが分かっているものがあれば、どんどんこれはどうだこれどうだって、期待ができるものからね、どんどん使っていくと、そういうテストをどんどん繰り返す、テストを大量にできるということで、どんどん開発が進んで、このような、4つのものにつながっていくんじゃないか、それがどんどんスピードアップしていくんじゃないかということで、非常に朗報だったということになると思います。まだ薬が開発できたわけではないですけど、少し明るい兆しが見えたということになると思いますので、シェアしたいと思いまして動画を撮りました。いかがでしょうか。よろしければいいねボタンをお願いいたします。では失礼いたします。